ミッキーのライバル大騒動は、ウォルト・ディズニー・プロダクションが制作したアニメーション短編映画作品である。ミッキー・マウスの短編映画シリーズの一作品。ディズニーのクラシック短編作品に唯一、ミッキー・マウスのライバル、モーティマー・マウスが出演する作品。ある日、ミッキーとミニーがピクニックをしていた。すると、誰かが超速級高級車に乗って現れた。 ミニーの幼馴染モーティマーマウスだ。彼は、ミニーの手にキスをするとミニーは、うっとりする。余裕尺尺な態度でミニーに接するモーティマーが気に、いらないミッキーであったが、突っかかるたびに軽くあしらわれてしまう。結局、モーティマーもピクニックに加わることになってしまい、ミニーと仲良くしている二人を、 ミッキーは苦々しい顔で見ていた。そんな中、一匹の猛牛を見つけたモーティマーは敷物に、していたマットを使って、闘牛士の真似をし始める。彼は、マットを振りながら、猛牛を翻弄する。嫉妬に駆られて、不機嫌なミッキーをよそに、ミニーはそんな彼に、うっとりするばかり。しかし、調子に乗ったモーティマーは、猛牛の柵の門が開けっぱなしになっている箇所に気づかぬ。 まま闘牛を続けてしまい、猛牛は脱走し、モーティマーは怖がって、車で逃げ去ってしまう。猛牛は赤い布をかぶったミニーを見て猛然と、襲いかかってくる。ミニーを、猛牛から救うべく、ミッキーは後を追い始める。ミッキーとミニーの自動車の助けもあり、二人はその場から、脱出。その帰り道で、ミッキーは、ミニーと和解するのであった。ありがとうございます。